サトチャンネルさあ今日もやってまいりました6月30日・7月1位に、えー、川水木の3連戦総チェックということで、えー、ただいま7月2日もう日付は3日0時回ってもう何時ですかね1時2時ぐらいです今日は、えー、仙台の楽天ロッテ戦の解説副音声を、えー、やってきましてですね帰ってきてですね 他の試合もしっかり見てですね、まだこの3連戦そうチェックしたいんですけども今はですねえ自宅ですのでですね、いつもみたいに声が腫れないということでえ皆さん「ですね、佐渡崎眠たそう」とかえいろいろ意見あると思いますけど全然大丈夫ですしかしもう夜中ですから声も腫れませんし低いトーンでやっていきますけど内容は濃く。 えー、やりますんで皆さんん楽しんでもららえたいいいと思いますさあということでカー水木の、えー、3連戦サブロッ18でもヤクルトと広島が雨,雨中心になったから17試合総チェックということでまずじゃあパ・リーグからいきましょうか、えー、パ・リーグ日本ハム対ソフトバンクから初戦は1対1で引き分け、えー、そして2戦目、えー、0対4でソフトバンク勝ってで今日は9対8で、えー、なんと 野村がサヨナラヒットを打ちましてですね1勝1敗1分けというところで、まあ、初戦からちょっと振り返りますか30日ねなんとですね噂が返ってきました良かったですねナイスピッチングですねえっと噂が約1年ぶりのマウンドに上がって、まあ、昨年ね膝かな あの直撃して骨折して長距離やつてまあ一年ぶりだからまああのまあコロナの影響でね開幕が伸びたことによってこのウバがねいい形でチームに復帰できたっていうことは日本ハムにとってはまあいい傾向だったなと思いますけども結構ゆったりとしたホームででそこから、えー、左足ついてからクイック急にテンポが速くなってダッシも結構タイミング取りづらかったのかなっていうところでまあいいピッチング光りましたねまああの一年ぶりとは思えないぐらいのストレートの走り変化球の、えー、曲がり具合落ち具合、えー、素晴らしかったんで。 がなないいのかなと思います。しかもですねなんとソフトバンクムーアンもですね、まあ、前回ちょっとね炎上しましたけども、えー、今回はですね、えー、いいピッチングしましたね。まあ コース高さともにコントロールも良かったですし、まあ、あのストレートを切れやるっていうところで、まあ、チェンジアップそしてあのナックルカーブ、まあ、生きるなっていうところであのナックルカーブあの低めに投げられたら結構仕留めづらかったんだろうなっていうところで、まあ、結局1対1の引き分けっていう形になっていきましたけどもで2日目、まあ、この2日目も石川昨年ね肘痛とかもあって試合投げれなくて今季っていうところで,ですね あですし初戦の門馬と同様だから日本ハム、えー、ソフトバンク戦1、2戦目結構、投手良、えー、かったんじゃないのかなと、えー、キレある球投げてましたしなかなかあれではね日本ハム打線もちょっとヒットを続けてなさそうだなというところで、まあ、あの3回表に、まあ、長谷川のファーストゴロをホームに中田が投げてね完璧アウトだったところを宇佐美が落球して、まあ、失点しまったとっいうところで、まあ、やっぱり投手戦で頑張っているところでミスが起きてばやっぱり一気にな流れが、ね、ガーッといっちゃうんで、まあ、ああいったところも、ね、ちょっとずつ改善。 っていうかねしっかりやっていかないとあれはもう確実にアウトなんでああいうところはやっぱミスなくやっていきたかったなっていうところですよね。でそうなって、まあ、あの4対0 結果的には、今日もですね、ちなみに、えー、日刊スポーツ、参考資料ですあの、試合展開を見ながらやっていかないと、全部頭を覚えれないんで、まあ、結局ね、高橋で、もいねる森と、えー、中継ぎ陣もしっかり踏ん張って、ですね、冷風で戦って、でも、まあ、マルチネスもね、非常にいいピッチングしてたなと思いますし、あのまあ、日本も、ね、2戦目負けはしましたけど、戦い方としてはね、あのそんなに悪いところ、まあね、ち,ょちょこちょこのミスはありましたけど、まあ、全体的には、まあ、いい戦いできたんじゃないかなと。まあ、そしてですね、なんといっても今日ですよ、もうあの激戦の9対8。 最終回にさよなら逆転というところで。 まあ野村がねいい働きしましたけどあのバンデンハーグからとホームランもプロ入り初ホームランインコース結構短あの厳しかったところですし、まあ、中田翔のインコースも結構難しかったところだと思うんですよねだからまあバンデンハーグもインコースきっちり投げきったんですけど、まあ、そこをまあ中田野村とまあ完璧に打たれてしまったっていうところで、うん、まあどうなんですかね球に力がなかったのかひょっとしたら配球が読まれたのかっていうところはえあるかもしれませんけど結構きっちり投げたのに完璧に打たれたなっていうところもありますし、まあ、ソフトバンクね バレンンティンが確かバー,スデーバースデーホームランということで2発放ったっていうところで、まあ、完璧な打ち合いになりましたけど一番やっぱり今日の試合で気になったのは、まあ、9回ですね9回、まあ、森が出ていて。 まあ、さよならの場面になったんですけど、えっと、森の投球が、まあ、全体的にちょっとなんか膝がここからちょっと想像してくださいねあなかなかトークだけじゃ説明できないかも分かんないんでちょっと想像してもらいたいのが膝が割れてていつもは結構縦回転で上から投げ下ろす感じで右足に体重乗せてでそこから一気に左足に体重乗せて縦回転で投げていくっていう投球が主だと思うんですけども今日の試合見てるとあの左の膝が割れるのが早くて上体が縦回転より横に回るんですよね。横に 回ることによって右足に乗せた体重が左足に乗り,乗り切らない乗り切らなくて体が割れる手が離れるでなんとかそこから、ね、力あるんで手だけで投げていくっていうところでちょっとバッター見やすくなってんじゃないのかなっていうところとあの全部が高めに浮いちゃうそうなってくるとあの左足に乗せて縦回転でいくとそこからボールを抑えれて低めにいくんですけどあのそこで横に回るから全部あの最後の押し込みができないで高めに浮いてしまうんですよねその高めに浮いたところを、まあ、通打するし そういう時ってインコースも横に回るから、若干、あの、デッドボール当てたくないから引っ掛けるんですよね。で、引っ掛けて最後の村の時、中入ったところを、まあ、見逃さず、通だっていうところで、気になったんですよね。でも、あの、二戦目か、二戦目投げた時は、そんなあんまり、あの、見てて、あの、違和感なかったんで。まあ、投手陣も、緊急事態宣言中の調整も含めて、若干疲れが足に来てんのかなと。膝が、左足の膝が割れて、踏ん張りが効かなくて、ちょっと球が上ずったのかなっていうところは、まあ、あの、あったのかな。 と想像しますだからまあそういったところもねコンディション整えながらまあ、戦っていかなきゃいけないっすでまあ明日もね日本も戦いがあるっていうところでまあ、しっかり調整治療ストレッチとかしながらまあ明日以降に、えー、進んでもらいたいなと思いますでもあの野村まあ、ミスもありましたけどホームランさよならヒットナイスバッティング 中継ぎ陣もあの日本ハム全体的にあ頑張れたかなと、まあ初戦にしてもね、引き分けて試合も玉井堀、堀、えー、そして宮西、えー、秋吉、久門と、全員がね、変則的な投手で、あの相手打線も的た絞りづらいと思うんですよね。玉井ゴオーソドックスで堀がね、左のサイド気味で,で、宮西も左のサイド、で、秋吉が右のサイドで、久門がちょっとね、左のインステップ気味っていうところで、まあ多種多様のバラエティーを飛んだ中継ぎ陣を、えー、持ってるっていうところで、相手打線もね、ちょっと対応しづらかったのかなと、初戦も思いましたね。ということで、これがまあ日本ハム ソートバンクまあ明日からも続きますし、まあ、あの1勝1敗の1分け3連戦あしたは有吉と東山まあ今明日というかもう今日だねどういうねエース同士の戦いになるのかちょっとソフトバンクはね若干元気ないかなっていうところはありますけどまあ今日の一戦も注目ですよねさあ続いては、えー、西武対オリックス、えー、初戦3対2で西武そして、えー、水曜日6対0でオリックス連敗脱出グ、えー,ぐー、えー、そして、えー、今日が9対5で西武ということでまあ現時点では2勝1敗なんといっても続木 続き優投手都立の星都立から直接プロに入ってプロ史上初1勝ナイスピッチン まあの前回もあのロッテ戦山岡が脇腹痛めて緊急登板した時も、まあ、非常にいいピッチングしてましたし後続がね打たれちゃって勝ち星がっていうところありましたけど2日目だから水曜日のピッチング前回より良かったですね、まあ、腕の振りも良かったしカーブ縦スラかな、まあ、チェンジアップみたいなツーシーム、えー、そして縦スラスプリットと変化球も本当に切れ合ったですねでしかもあの真ん中ぐらいに落としていくんでバッターは、ね、非常に対応しづらく結構バランス崩しながら、まあ、初対戦っていうのもねーブはあって で、タイミングも取りづらそうにしてましたけど、本当に素晴らしいピッチングだったですね。で、これでまあ一生、まあ、ね、先発投手陣もオリックス結構厳しい中、救世主を現るかっていうところで。来週のね、ピッチングもめちゃくちゃ期待したいですし。まあ、なくすぎで登場した山田投手、まあ、前回のロッテ戦もそうでしたけど、コーナーにしっかり投げ分けながら。いいピッチングできたかなと思いますし。まあ、打線ではね、六対零で勝たした吉田正尚投手、今季初ホームラン。えー、そしてロドリゲスね、オリ、先週はアウトコースの出し入れが結構対応苦しんでましたけど。まあ、やっとセーブ。 来てからアウトコースのスライダーとか体重前に行かないように、しっかり後ろに残して、えー、しっかり強いスイングできてるなっていうところで、まあ、基本的にプルヒッターね。引っ張っていくバッターだと思いますけど、それをしっかり引き込めたなっていうところで、まあ、ロドリゲスもね。徐々に状態が上がってきたのかなと思います。まあで、あと初戦。まあ、あの初戦はですね。高橋コーナー素晴らしかったですね。ホームのバランスもいいですし、あの腕の振りも良かったし、頭があんまり動いてなかったですよね。しかもあのまあ、高い球もありましたけど、勝負球のここ1位ってなった時はしっかり低く投げれてましたし。 まあそういったところがね、オリックス打線に最小失点に抑えられたとこかなと思いますしまあでも、ね、オリックスはね、また6回裏に、ね、サードゴロ中川が二塁悪送球からの失点というところでねまたミスが響いてそこはまあ連敗中のね、火曜日負けてしまいましたけどでもアルバースもね、えー、またあの、まあ、ロッテ戦も良かったですけどあのインコースにしっかり突っ込めてましたしいいピッチングしたんじゃないのかなと。だだかからあのミスだけがね、もっっったたっいいなてうところは ありますよね火曜日の試合でまあ水曜日のねもう鈴木優のナイスピッチングでなんとか連敗脱出というところで今日ですよ問題の今日ですよ、まあ、今日の、まあ、見ててまあ結果的には9対5でねーブが勝って、まあ、オリックスもいい,いい形で戦えてたんですけども AJ アダム・ジョーンズのちょっとタイマンプレーがひどいっていうあの、まあ、ミスするのは仕方ないし 誰しも人間はミスするから、その後どうカバーしていくかっていうところが、まあ、あのチームのね、指気とか勢いとかにすごい関わってくるんですけど、まあ、スパンジェンバウがね、西武はあの初回にね、ボヨーンと頭の上ワンパンで、あの目速回もまって抜かれて、でもその後ね、全力でボールを、えー、追っかけていって、なんかあのちょっと足ってね、つまずいたり蹴ったりしてて、真ん中、必死さのね、まあ、現れの中でのミスかなっていうところもありますし、その後もね、まあ、これは開幕してからずっとそうですけど、アウトになろうが、ヒットになろうが、ファーストまでの全力疾走、昨日もね、タイムリー打ったところ。 全力疾走っていうところで、まあ、あのミスしてもねああいうプレーしてるとチーム内も色き上がるし、まあ、見ててね気持ちいいなっていうところはありますけど、まあ、あのアダム・ジョーンズねミスするのは仕方ないですけどその後あのちょっと表現悪いですけどちんたら追っかけていったりとかその必死さなかったりとか。俺は、えっと、8回裏 ランナー1塁、木村投手であのライト前、確かにセンター寄りには守ってたかもしれないけど、ね、ファーストランナーの木村がサードに行くのは仕方なかったとしてもその木村をホームまで返すかっていうね、メジャーでダイヤモンドグラブっていうのかな、向こうでこう日本で言うとゴールデングラブを数回取ったような選手には見えないっていうか、あのあ,あいうプレーしてると、本当にチームの士気が下がるし、頑張って投げてるピッチャーとかに申し訳ないよね。だからそういいっったとところをもっと、まあ、いくら、ね、メジャーリーリ すごい今まで結果残してると言っても日本の野球をなめられちゃ困るしそういったところは監督担当コーチも含めてもうちょっと厳しく言っていかないと開幕早々ああいうプレーされると全体的にテンション下がるんですよねあのしかもせっかくね前日あの連敗脱出でその都立の星のね鈴木君がいいピッチングして勝ち星も作って吉田正孝もねあのホームランを打ったりして今季初ホームランを打ってチームとしてはよしここからこうと上昇気流に 乗れるぞっていうところで。 ああいうプレーで失点を重ねていって負けるともう雰囲気悪くなるんでもうちょっとあの態度を本人が改めるか周りがしっかり言うかしてもらわないと若干見てて気持ちいいものじゃなかったなと思いますね。まあ、明日どとうい,ういうところはね注目して見ていきたいなと思いますね。さあそしてパ・リーグ最後、えー、楽天対ロッテ初戦が15対4で楽天そして2戦目5対3で楽天で、まあ、今日が8対5でロッテということで、まあ、現在2勝1敗というところですけど もまあ打線の状態が楽天いいですねでもロッテも やっっぱり打線の状態が、まあ、非常に良かったですねだからまあロッテとしてはまあ1勝2敗と、まあ、ここまでまだ負け越してますけどチーム状態的には非常にいい状態でいますし、まあ、ここからもしっかり巻き返せるぐらいの,あのチーム状態あるなと思いますし、まあ、楽天はもうバリバリの状態よくあ保ってるなっていうところで、まあ、面白い戦いが仙台でね繰り広げられてるなと思いますけれども火曜日ね30日は僕も現地に行って初めて引退して初めて仙台に行って現地で開戦

ししましたけれども、まあ、2回にね、二木が KO されてしまうんですけど、まあ、ファーストストライクね、初球、まあ、打たれすぎっていうところもありますよね、全体的に島内にもそうだし、浅村にもそうだし、じゃあ初球打たれないためにどうしたらいいんやって言ったときに、初球を、まあ、基本的にはワンボール、ツーストライクの勝負球投げる気持ちで、ああいうときは初球入っていかなきゃいけないんですね、ワンボール、ツーストライクになったら勝負球になってくるじゃないですかで、甘めにも投げないし、カウント取りに行かないじゃないですか。そのワンボーールツ より厳しい球投げたりとか、えー、厳しく投げようっていう意識が伴うんで、まああいう初球パンパン打たれる時っていうのはボール球から入るわけじゃないですよね。 ボール球から入ったとしても結局ストライクゾーン投げなきゃいけないんでそうなって甘くなるとああいう勢いに乗った打線って抑えられないんですよねその時にあるのはワンボールツーストライクになったと思って勝負ダウンを投げていくでそのボールになったらツーボールツーストライクと思って投げていくことによってより神経を高めて初球から退治していくことによって初球の連打っていうのが、まあ、少なくなったりするんですけども、まあ、それは、まあ、ロッテ側の守備側の意見としても、まあ、楽天側はね 本当に素晴らしく、まあ、あの打ち切ったなと思いますし、2、まあ、木は、ね、もう全体的に球が高かったあの、ストレートも変化球もそうですけど、その高めに来たところを、まあ、楽天打線が見逃さなかったっていうところで、まあ、この2回の裏の7得点かなっていうところも、やっぱり2回の表の、ね、三振ゲッツ田村の打席で三振ゲッツで追いたっていうところで、一、まあ、回流れが切れたのかなと、あの時のの、ね、太田のスローイング、インコース行くめ、難しいところでしたけど、体勢、ね、そこから取って、しっかりフットワーク。 で取ってはっから早ナイストローグッドプレイねでその後もねあの一・三塁で2回からね太田の打席偽装スクイーズでもうロッテの守備陣がねバタバタしちゃって「あの誰がセカンドベース入るんだ」っつって,ってセカンドの中村はねファーストのベースカバーに行ってであの藤岡は。 中村が多分入ると思ったんだろろうねセカンドベース後ろぐらいにいにて田村投げましたけど藤岡まで届いたからよかったですけどあれバタバタして冒頭だったら1点入ったなっていうね、まあ、その相手をバタバタさせるっていうところの采配、まあ、を2回から思い切って取れたっていうところで、まあ、三木監督の采、ね、配もグッというところでまあああいったところはね本当にあの勉強になるなっていう作戦でしたね。まあ、大地もね堺も堺ロッテから楽天2世に来て、えー大地 大そうむら、めっちゃ嬉しそうだった。あと、まあベンチも盛り上がってましたしね。スリーラン、素晴らしかったなと思いますし、栄井もね、あの登板してえロッテ相手にしっかり投球できてね。まあこれはあの全体的に5年の3連戦。まあロッテから楽天に移籍したね、あの第一枠位栄え、えそして楽天からロッテに移籍したハーマン、えおのともにまあいい活躍してますよね。まあ、あの見守はね、多分日曜日の先発だからその時の先発がね、どういう展開になるのかっていうところは注目ですけども、まあ楽天打線ね、あのた 厚みの盗塁も素晴らしかったですしあそこまで牽制されてねなかなかいいスタート切れないかなと思ったらね一発でいいスタートも切れますし、まあ、スライディングもねベースの端にちゃんとねスライディングしてタッチを遠ざけるっていうところで、まあ、ひょっとしたら今年盗塁王チャンスがあるのかって、ね、ロッテの荻野とともにどっちがっていうね面白さは見せてくれてますよね。ででまあ,あののつ、まあ、気になったのがロッテで言うと まあ佐藤が出てきたんだけども、まあ、石崎の時にもう外ばっかりなんだよね点差もついててもう大幅に負けてるのに、まあ、外のストレートとスライダー、えー、外の出し入ればっかりで、まあ、ロメロにホームラン打たれたりとかやっぱりこれ6連戦、ね、とかまあ3連戦もそうだけど1試合だけじゃなくて3試合3連戦と3試合6連戦だったら6試合っていう。 長いいいスパンを考えててリードしていかかななきゃいけないからその大差ついてもインコースどんどん攻めて明日のピッチャーのために攻めてやるとかその明日のピッチャーのためとかこの3連戦6連戦のためにやらなきゃいけないことをやっていかなきゃいけない中でまあそこで石崎の時にまあ本人が首振って投げないのは問題あるけども全部外まっすぐの出し入れでそれでまあカンカらカンカら打たれてあれもうちょっとインコースどんどんね打たれてもいいからインコースどんどんついて水曜日以降のピッチャーのために相手を惑わすとか思い切った配球してほしかったな と思いますけど、まあでも新人の1年目でねそれができるわけないんでねもっとベンチがそういうのを教えてやったりベンチがそういうことを言ってその配球の,をあの明日のための作業とかもやってやればよかったのになぁとも思いましたね楽天の太田の方もね清田に湯気がインコース得意のカットボールをホームラン打たれてからアウトコース中心の出し入れになりましたけどそこをね湯気がしっかりアウトコースに投げ切れたっていうところも勝ちにつながったのかなぁと思いますね昨日の水曜日浅村がえぐいっていうね 初戦もそうだったんだけども、浅村に多分インコース行きたいんだよね。やっぱりインコースのちょっと胸元ぐらいがまあ、誰もいいポイントなんだけど、まあそこ多分田村も攻めたかったんだろうね。でもそこにあのおぢばがね。ちょっと甘くなったことによってホームランを打たれたりとかまあ、やろうとしていることは分かってるんだけど、まあそこに攻めきれなかったなっていう。 えー、ところもあるし、浅村にね、がっつり1戦目、2戦目、やられちゃったなと思いますし、まあ、ちょっと前にもう一回変わりますけど、初戦の時も、ツーボールになったのに、中村の時かな、あれ、無理やり攻めてホームランを打たれますけど、もうちょっと攻める時と、攻めない時のメリハリつけて攻めていかないと、今、状態良すぎるから、えー、このままちょっと打たれすぎるかなと思いましたけど、今日はね、岩下が、まあ、しっかり攻めきりましたけど、アウトコースのボール球とか、全然振らないし、非常にタイミング合ってるなとも思いましたね。 でもまあ2戦目、ね、トレードであの楽天に移てきた涌井が、えー、粘り強くナイスピッチングしましたね、力入ったと思いますけども、まあ、今までの、ね、経験を生かしながら、えー、緩急、コースに、えー、しっかり投げきったなと思います。でも、この2戦目見た時も、ここにも書いてあるんですけど、まあ今日の試合見る前、2連敗してても、ロッテ状態悪くないっていう、ね、ここメモにも書いてあるんですよね、あのそのロッテ状態悪くないっていうところが、まあ今日ね、まあ、しっかり出たんじゃないのかなと。 まあ井上もね、今、首位打者、アパ・リーグですごいですよね、あのやっぱり肩がね開かないですよね、ちょっと足開くけど、肩が開かなく、体重右に残ってるから、多分どんな球来ても自分のスイングができるんですよね、だからアウトになり方もいいし、あの非常にいい状態にいるんじゃないのかなと、え若干心配なのがレアードね、ちょっと引っ張りにかかりすぎて、アウトコースを無理くり引っ張ってやろうっていう感じがあるんで、まあ、そこら辺はね、もうちょっと謙虚にい、えー、けば、状態は悪くないと思うんで、あのヒットも出ると思うんですよね。でまあ、マーティンが3試合連続 ホームラン、えー、今年は左ピッチャーからもね打ってるっていうところで非常にいい傾向ですしチーム全体で清田もね1・2塁間抜けるヒットあの非常に簡単に追い込まれましたけどそこから粘り強く、えー、反対方向を意識しながらあの狭い1・塁間をね、えー、しっかり抜けていったっていうところも大きかったですしなんて言っても岩下がね、コースにしっかり強い球を投げてあのブラッシュのねインコース低めの見逃し三振なんて もう最高外外外男の、ね、インコースバーあれ、一発でストライク決めれるかどうかが問題でね。あそこボールにしてしまうと、もう一回最初からやらなきゃいけないんで、あの一発インコース行く前に決めたっていうのは本当に言わした。ナイスピッチングね。去年は怪我とか大変だったけど、今年は頑張れね。前回も良かったしえ、今回も良かったし、これをねつなげていけるようにえー、まあ頑張ってもらいたいなと思います。えー、抑えのまっすんえ、もうちょっとしっかりしなさいよね。みんな言わしては頑張ってきたんだから、ま天、あ、才もあってね。あれだからいいけども。明日から期待してるよ。 さあとということで、えー、パ・リーグ9試合、えーまあ、やってきましたけどまあこれでね、えー、半分終わって明日からもまだ3連戦続きますから日本ハム、ソフトバンクも1勝1敗、1分け楽天、ロッキーが2勝1敗で楽天、えー、西武オリックスが2勝1敗で西武というところで、まあ、あの週末、ね、あ明日エース対決か、えー、どうなってくるのかというところを、ね、より注目してまた月曜日にしっかりお伝えします。じゃあ続いてセリーグ 巨人対 DNA きましょうか初戦が5対2でジャイアンツで2戦目が3対5で d n a そして3戦目が5対3でジャイアンツというところでやっぱお互い状態同士でね、あで、のー、しっかり戦えたなとも思いますし、あのー、どっちが勝っても、ね、おかしくない試合を参、えー、戦続けれたかなと、えー、思います。まあ、30日は、ね、巨人が 5対2で勝ちましたけども、まあ、浜口もね、あのチェンジアップも良かったですし高めにもね、まあ、あるいく度もありましたけども高めにしっかり強い球投げて低めにチェンジアップっていうところでストレートの緩急がついてね、しっかり、えー、抑えられたのかなと思いますし、まあ、ジャイアンツもね、戸郷がアウトコースのスライダー、本当に良かったですし。 あの体勢からアウトコースのスライダーに普通曲がり幅がでかくなるんだけど曲がり幅が小さいんだよねだから曲がるのも遅いししっかりコーナーについているからバッターとしてはね非常に打ちづらいんじゃないのかなとえ思いますねあの両投手のね投げ合いからまあ浜口のねあのいいところで国吉に変わったっていうところでね多くのベイスターズファンの皆さんは投手起用早いんじゃないのかと思いますけどまあ早かったかも分かんないですけどまあこれは結果論になるんでどっちに転ぶか分かんないところこの負けはね交代したって っていうよりも僕が気になったのはあの丸が盗塁した時にセカンドの柴田がボールあのノーパンなのに落とすんですよね。あれ取ってればアウトなんですよね。でそしたらその後との、まあ、坂本フォアボール岡本タイムリーっていうところに繋がってないと思うんですよね。だからああいう細かいところの二遊間の盗塁のタッチプレー、まあ、取ってくれないと、まあ、キャッチャーとしては本当に「はみたいな感じに、ねえー、なっちゃうんで。まあ、あそこ ま交代っていうより、僕が気になったのはセカンド柴田があの通りの時取れなかったっていうね。タイミングは完璧アウトだったんし、ノーパンだったんで、あれがちょっとうんって思うね。プレーだったなと思います。まあ、1日はね。今度ジャイアンツがミスするんですけど、まあこれあの記録はヒットになってるんでエラーついてないですけど、あの7回の表にね。ピッチャーゴロを中川がね。ちょっとあの軽く。 パンってあのグラブの方出しちゃって取れなくて悩んだりしちゃって、ね、タイムリーエラーでそれで点が入ってっていうところもあるんですけどもだからちょっと12戦目ねその勝負どころでのミスが点につながって、まあ、勝ち負けついたかなっていうところもありますし今日はですねなんて言っても炭谷がですね4回裏にツーストライク追い込まれてからの低めの難しいところを逆らわず中間にタイムリーと、まあ、8回裏ねちょっと高めに浮いてきたところを見逃さずセンター前にタイムリーっていうところで、まあ、あのピッチャーの好投をね炭谷にし ししっっかり支えてやったなと思いますし8回裏もね増田が通りして中島がタイムリー打ったんでねでその後とに住谷もタイムリー打ったっていうところでねこの下位打線がダイソーとかね自分の役割分担をしっかり決めながら下位打線にしっかり得点をつなげるっていうところは今日非常にいい勝ち方だったんじゃないのかなとも思いますし。 桜井、まあ、もね、カーブを落差ありながら緩急もつけてですねあの力のあるピッチングできたかなと思いますから投打、まあ、と,ともにね、今日は素晴らしいピッチング、まあでも d n a と巨人、まあ、毎試合どっちが勝ってもおかしくないような、ね、戦いしたかなと紙一重の戦いでね、2勝1敗で巨人が、まあ、でもこういうところで勝ち切るっていうのは、ねあのまあ、いい戦いできた証拠ですしそういったのの積み重ねがね、大事かなと思います。さあ続いてヤグルト広島、えー、初戦はね 雨で中止になって、まあ昨日ょうとていうところで、やっぱり昨日はです、ねまあ、僕も神宮に解説に行かせてもらってましたけど、スアレス良かったですね、ちょっとあの最初ね、内野陣のミスもあり、西浦に、ね、エラーつきましたけど、あれは完璧に村上のエラーっていうね、あれぐらいは取ってやらないとっていうところはありましたけど、まあ、バタバタして、あの守備陣のミスなので、バタバタして失点しましたけど、スアレス、非常によかったですね、腕も振れてましたし、ツーシーム、チェンジアップ、カットボール、カーブかな、あの非常にいいピッチングしたから、まあ、今後も 期待できるなっていうところもありますし、まあ、ジョンソンもね、全然悪くなかったと思いますけど、あの雨が降ってね、そのスパイクの裏に土がついて。 若干、踏み出した右足が滑ることがうーん違和感あったのかなとなんかちょっとイライラしてる感あったなと思いながらもまあその中でねそれなりに自分のピッチングはねまあできたんじゃないのかなと思いますけどあのね西浦もねホームラン僕はエラーじゃないと思ってますけどま本人はねミスしたっていうところの取り返しやるぞっていうねところでまあホームラン打ったまあ村上もタイムリー打ったというところでこの村上のねミスしても動じないメンタリティこれまさに呼ばんすよね。守備でミス関係ねえよ 打ったらいいんでしょうぐらいのなんかメンタリティーがあるところが前の20代前半なのにすごいなっていうねま,あまさしく4番を張れるメンタリティあるのかなっていう気持ちの強さっていうのをまあ見たなっていう感じもしますしまあミスした2人がねタイムリーホームラン打って勝ちきったっていうところでチームはまあムード上がりますよね。 でもまあ広島が痛かったのは、まあ、6回表の菊池と8回表の相澤の,のバンドを2回ミスねあそこでしっかり送ってればひょっとしたらどうなってたかわからないっていうところでそのバントを送れなかったまあその後ね処理した小賀とかもねキャッチャーうまかったですけどもまああそこのバントミスの2回がね痛かったなと思いますねあとキャッチャーのね小賀も頑張ってるんですけどパスボールあったりとかまあ自分がバンドしてねちょっとミスったってボーッと立ってて相澤に飛ばされてアウトになっちゃうとかまあもうちょっとねい,あのいやらしさ っていうのもね出していった方がいいかなと思うプレーもねありましたけどあのヤクルトとしてもねいい戦いだったかなとで今日サヨなら満塁ホームラン村上だからスコットねやっぱり球が高いと思うんだよね今日も全投球最終回見ましたけどスコットの場合はまあ、若干サイド気味に投げていくんだけど肩の開きが早いからバッター見やすいと思うんだよねで変化球も曲がりすぎるのとちょっと抜け気味に高めにいくっていうところが多分 調子が上が上ららなないいとかか打たれてない証拠だから、まあ、ひょっとしたら調整ができきれてないのかどうなのか分かんないですけどちょっとやっぱ見てて怖いねずーっとそうだからずーっと高めに来てるしでそれをま相手がミスショットするか打つかの違いだけだから。 もうちょっと意識して低めに投げるか肩の開きを抑えるちょっと練習していかないとあのままどんどん肩開き出したら腕の力だけで投げていくからバッターは見やすいしボールは抜けていくしでこの抜けていくのが嫌だからこうやって抜けていくから抜けていくのが嫌だからこうやって引っ掛けるんだよねそうしたら曲がりすぎて足元ボールになるから若干その肩の開きっていうのが、まあ、ずっと気になる開幕してから。だからそこは1回修正した方が いいと思うんですよね広島としてはね非常にあのもったいない負けになったかなと思いますまあ明日からねあの広島は阪神でヤクルトは d n a か、えー、カード変わりますけど起用法も含めてどうなるのかなっていう感じはしますねでもまあ目の、ね、中止もあってヤクルト2連勝っていうところでしっかりとした、まあ、打線の、ね、勢いっていうか打線の強さを感じるなと。イノーは 今日打たれはしましたけど僕なんかイの方はい,い,いけると思うんですねじゃあ高めにいくとあのこうやってカットとかシュートとかこう,う動かしながら打たして取るタイプだと思うんだけどセーブのニールみたいな感じで,で高めにいくとボールの動きが鈍くなるからもうちょっと真ん中でもいいから低め狙って動かしていくともっとボンダの山築けそうだしあれ結構いけそうだなっていう感じがあったんでね次回登板も期待したいと思いますさあそして 最後に中日対阪神初戦が5対0で中日2戦目6対3で中日、えー、そして今日4対2で中日と、まあ、中日の3立てっていうところになりましたけど、まあ、阪神はねチーム打率が2割1に、チーム防御率5.38とちょっと投打にわたって状態が上,げ上がりきれてない苦しさっていうのはねちょっとありますよね、まあ、初戦もですね柳がねこん身の低めの投球チェンジアップとかフォークしっかり低く投げられてましたし状態がね突っ込んで いかないから腕の振り場所があるから腕の振りも強かったですしまあフォアボールが多かったんでねまだ本調子ではないかなと思いますけど前回当番に比べると非常に低めへの投球がね良かったかなと思いますねあと7回裏ねなんて言っても平田のねボール玉をしっかり見逃したのフォアボールをしっかり掴んだっていうところがね農民に対してかなあの良かったと思いますしその後のアルモンテのホームランあれはねもう打ったやつがすごいあんなのなかなか打てないよ普通だったらファールもしくはドン詰まりそれをあの っっっとと回ってああのホームランあれれははちょっとは攻められないね打ったアルモンテがあのすごいというしかないまあ、阪神のねピッチャーの青柳も悪くなかったしいいピッチングしたなと思いますしまあでもね一番のねタイガースこの3連戦見ててね問題はねやっぱりね MBS をどうするからね。マルテ、ボーア、サンズ。今日はサンズが出てなかったのかな。あの3人もうね、並ばさない方が俺はいいと思うんだよね。あともうね、大山使おう。もしマルテとボーアを絶対使いたいんだったらもう大山、大山レフトで使おう。だって10試合以上して、まあ、ボーアもホームラン打ちましたけど、なかなか苦しいっすよね。だから、マルテかボーア、どっちか引っ込めよう。で、大山出そう。それが今一番の阪神の起爆剤のような。 ような気がしてならないっていう。今の流れを変えられるのは大山じゃないかなって。あの個人的にはまあ思ってるんですよね。2戦目1日の試合も。山本 本当に、ね、コースにも低く投げてましたし梅野に、ね、あのホームラン打たれてから若干力んだかなとあこれやばいと力んだかなって言って球は高くなりましたけど全体的には要所要所で低めに投げてたし力のあるストレートも投げてたし本当にいいピッチングしたかなと思います。で、まあ、4回裏、ね、バッテリーミスブロッキングミスして、まあ、でもあれは、ね、難しい梅ちゃん、ね、頑張っていったけどあれは、ね、止められないそんな簡単にで、まあ、その後ね高橋のタイムリーというところで、まあ、中日は、ね、そのミスを見逃さ ししっかりタイムリーに繋げれたしあとあのちょっと不思議に思ったのが強打の打席で2ストライク0ボールになって梅野がまた大きく外に外してたのね秋山がたまたまなのか自分でもわざと投げたのかアウトコースのストライクに投げて見逃し三振だったんだけど梅野がなんかこんな感じで行ってあれ何なんだろうね反旗なのかなもうピッチャーのもうそんなのやりたくないっていうあれよく分かんなかったけどもうピッチャーがやめてほしかったら 言った方がいいね梅ちゃんにね2ストライク後やめてみたいなで多分強打もこれも2ストライク来たら絶対外に外すからどうせボールだよ感じて待ってたら急にストライク来てびっくりして見逃し三振したと思うんだよねだからあのあれんだったのかなと思って、まあ、見てて不思議だった光景だからこれにいようと思ってメモしてたちゃんとそして今日が5回3安打2失点岡野良かったですね 結構球高かったんですけど勝負どころでは低かったんですよね、まあ、3回表のね糸井の時もあのチェンジアップかフォークかなあの低めに投げてセカンドゴロあれ高めに浮かなかったから、まあそこ2失点かなしたけども最初ねその失点で防げたっていうところもありますし、まあ、4回表 高山北條の時も低く投げてるから球が上がらないから結局あの外野の頭を超えないんだよねしっかり外野の定位置のフライで収まるっていうところも低くしっかり投げ切れたところだし、まあ、5回表もね23塁のピンチ招いたけどマルティン最後アウトコースのスライダーだと思うんだけど低めに投げてるからショートゴロっていうところであの勝負どころで本当にここだけはミスしちゃいけないよっていうところでしっかり低めに投げ切れたっていうところが、まあ、3安打2失点で収まったっていうところもね、まあ、本当 本当に冷静にしっかり投げきったなと思いますし、まあ、その後のゴンザレス、福ソブエ・マルティネスもしっかりリードを守りながら、えー、ナイスピッチングしたと思うんで、まあ、全体的にですねこの,あのドラゴンズのこの3打点の要因は、まあ、柳・山本・岡野のの低めへの投球だだと思うんだよね、まあ、高い球もずっと低くなんて無理だから高い球ももちろんあるけどここぞっていう時にはこの3人の先発は必ず低めに投げれたなっていうところが最少失点に抑えて3連勝原動力になったのかなと思いますから。 ドラゴンズはね、中日、ピッチャーがしっかり抑えていれば、打線が生きて得点できると思うんで、まあ、今後もね、こういう戦いができるかどうかっていうのがポイントだと思いますし、まあ、タイガースに至っては、もうそこかな、MBS を解体して、大山使おうかな、まあ、なんかそれが一番、なんか光見えるんじゃないのかな、まあ、僕は個人的に大山に期待したいっていうところもあるんで。 まあそういったところねどういう対応になるのかまあ阪神は明日から広島戦西と大瀬良の投げ合いだから西で勝ちたいですねしっかりね広島もね広島も状態な、ね、い打線的には悪くないんでまあ大瀬良がねどう出てくるかっていうところでまあ明日から巨人中日ヤクルト d n a 広島阪神っていうところをね3連戦が、えー、どうなっていくのかなっていうところです。ということで全17試合さーっと。 お送りしまししままたたけどど皆さんんうででかか、まあなんとか頑張ってですね全試合をチェックしながらまあ毎日ですねどっかの球場に解説に行ってるんでまあ一試合は、ね、しっかり見えてるんでよかったですけどこういうとこを聞きたいとかねこういうとこを見といてほしいっていうところがあれば今はねあの僕が勝手に注目したポイントだけを話してるんでこういうとこも見たいよとかねこういうとこを教えてとかねどういうのがあれですかっていうのがねあったらねコメント欄に載せてくれればさっさとコメント欄全部読んでますので皆さんの、ね、期待に応えれるような三連戦ニュース速報情報を皆さんに 提供しながらね次の3連戦週末に楽しめるようなね、えー、動画を作っていきたいと思いますということで3連戦全チーム全試合総チェックでしたまあ週末もねどういう戦いになるのか皆さん楽しみにしていってもらいたいと思いますまた月曜日にベストナインも含めた総チェックやりますので皆さん月曜日期待してください さあということでここでお知らせがあります最後まで見てくれてありがとうございます2020年7月14日火曜日19時30分開演里崎ライブ 2020from 里崎チャンネルを開催します里崎とですね袴さんが一緒にトークライブを開催することになりまして会場はですね EX シアター六本木になりますチケット販売をですね明日7月4日発売開始になりますので 皆さんぜひ参加してもらいたいと思いますしあとこの「サズザキライブ e 2 0 2 0フロム m サズザキチャンネル」はですね全国に行きます全国のイベントホールにですね生ライブトークライブをですね今年はスタートしますので皆さんぜひね皆さんの地元皆さんの住んでるところにですね、えー、このサズザキチャンネルサズザキライブがですねお邪魔しますんでぜひ、えー、楽しみにしてくださいこの情報はですね概要欄に URL 貼っておきますのでぜひそちらから見てもらいたいのとあと 里崎の,のツイッターを。 見ていただければですねあの情報載ってますので里崎、えー、智也のツイッターをぜひチェックしてもらいたいと思いますさすがの YouTube も電波に載ってますのであ,のあんまり激しいことはねあの言えないと思ってますけど言ってるかもしれませんけどね生だからこそ聞けるいろ、えー、んな話、えー、皆さんの疑問、えー、ぶっちゃけトーク絶対に電波には載せられない話などなどですね包み隠さず楽しめるようにしていきますのでぜひ会場に皆さん足を運んでくださいお待ちしておりますということで 今回は以上です。佐々木寝ます。おやすみなさい。